Hello, beautiful beloved ones. 今日は自分の体を愛してあげたい方向けのビデオです。今日は何を説明するかっていうと、体を愛すためにまずは考えてもらいたいこと2つ、そして3つの体を愛していくステージについて今日は紹介していきます。Hi, everyone!Okay. では、では、ちょっとみんなのことを待ってる間に、Let's all take deep breath in.So, <sighs> みんなは今日何を感じてますか ?Write it down. I wanna feel you, hear you. で、これ、p プレイ聞いてる人も、聞いてたら、ハッシュタグ p プレイでコメント書いてくれると嬉しいし、yes! みんなの波動をね、こうやって書いてくれると、私も盛り上がって嬉しいです。Thank you! ちなみに、もっとこう、開放的、まあ、女性性開花の初級編の講座、ガーデスの生き方の講座が、今週の金曜日から始まるので、ね楽しみにしてます。 じゃあ始めていくね。この体を愛していく方法について、ちょっとさっきもお伝えしたんだけれども、最初はそのマインドセット2つと、体を愛していく3つのフェーズについてお話ししていきます。で、今日ね、なぜこれをお話ししていきたいかなと思った理由から始めるね。実は、私のおばあちゃんもう死にそうなの。もう、うーん。 うん、もう、わからない、まあ、みんな,もうみんな,みんな、ね、死に近づいてるけれども、もう彼女は本当に死に近づいてるみたいで、今、コロナだから一緒にいれないし、今、彼女は広島だから、パパとかね、彼女と一緒にいるらしいんだけれども、もうあんパパと私、あんまり、なんか、まあ、パパ結構真面,真面目っていうか、あんまり話さない人なんだけれども。 今日はパパからも直接私に LINE で電話があってそんなこと普通ないのに電話があって今日は話してみな、はな話,話せるっておばあちゃんともうきっと最後だからって言って今日は実はおばあちゃんと6時ぐらい,いやさっきお話ししたのででまあおばあちゃんねある意味もう体が なんかすごい珍しい病気みたいで体やっぱおばあちゃんだからこそね年だからもううまくいかなくなってるの体がいやでそれでやっぱもう死に近づいている And like, それはなんかまずした時にさまずまあそれ感じた時にみんな何感じる私たちもこうやって死に近づいてるんだよでいつか私たちの体って 今は健康でね、こうやって歩けるかもしれないけれど、いつかはもう歩けなくなったり、普通にやっていることができなくなるんだよ。寝ることもできないとか、一人だと寝ることもできない、誰かの支えがないと、起きることもできなくなっちゃうかもしれないんだよ。ある意味さ、これ、体の愛し方ってさ、いつかは絶対私たち自分の、 体に絶対ある意味愛せなくなってあ、愛せなくなるきっかけが絶対出てくるの。だって、大きくなるってて、おばあちゃんとかおじいちゃんになっちゃったらさ、今までにできたことができなくなるんだよ。で、しかもね、体もうまくいかなくなって、あ自分は死んでいくんだっていうのがリアル感で感じていくんだよ。 でその時に私思ったのでなんか本当に私もその時にもしじゃあ自分がおばあちゃんになってね体がもう使えなくなっていったら「can I live?can I be happy? で」でまず考えたので、まあ、なんかま,あまずその時考えた時に私落ち込んだの落ち込むっていうか私は自殺したいなと思ったの。なんか なんか私はこうやってセルフラブ系を発信しているけれど、can I really? 本当に自分の体が使えなくなったら、今こうやってみんなに言ってることを本当に実践できるかなみたいな。それとも自分は諦めたくなるのかなみたいな。And I was like, 絶対最初は自殺したいとか思うのかもしれないと思ったの。死にたいって。だって、体が使えなくなるんだよ。 I don't know how I will be. 自分は本当にどうなるかわからないけれども、絶対その、さーっと出てくると思うの。みんなはどう思うリンさんのおばあさんのこと心配してました。ありがとう。で、でねまあなんかそういうことを考えていたり感じてたりね、して、言た時に思ったの。Oh my god! <laughs> でもなんかそんな未来の未来の未来のこと考えても意味ないな、みたいな <laughs>。しかも <laughs>、まあ意味ない、意味本当にないし、で、思ったの。っていうことは、今、本当に自分の体存在していることを感謝していくことが大事だなって。私は、 今後、そう、もうなんかもう本当に、今後、自分の体がうまくいかなくなっていくことを妄想しすぎて、本当に自分の体がうまくなく、まあね、動かなくなったら愛せるか愛せないかっていうことを考え始めちゃって、でも、in the end of the day、体を愛していくためには、 自分の、なんか今を感謝することが大切なんだなってすごい思ったの。待って、待って、これについて、こういう感じでね、今日ライブしようと思わなかったの。<laughs> まあえにゃそう。だからね、そうそうそう。っていうことを思ったりしたの、今日。で、だから今日、その、じゃあ自分の体を愛すためには何ができるかっていうのをね、ライブで話そうかなと思って、じゃあその一つっていうのが、自分の体の感謝。いやん。で、 この感謝の仕方も Thank you body だけじゃないね。他のやり方もあるの。他の自分と本当につながるツールとかもあって、そのツールっていうのをこの Goddess の生き方の講座ではシェアしています。で、この Goddess の生き方の講座でコース1っていうのが、ね、それやった方もいるけれども Goddess チャレンジね。女性性開花チャレンジ。 で、それっていうのはもう、本当に日常生活で使える、このセルフラブツールをシェアしていて、で、次っていうのが、ブラス、自分と胸とつながる。で、本当に自分の胸とつながっていくと、もう体を愛していくようになっていくの。It's very, very interesting. で、それはまあシェアしていくんだけれど、ちょっと楽しみなのね。anyhow、まあ一つは自分の体、今を感謝していくこと。で、もう二つ目っていうのはね、 昔私本当に自分の頃の体愛せなかったの。もうなんでこんな日本人じゃない顔なのみたいな。なんで私はみんな見たくなってないのなんで私は他の日本人の女の子みたいに細い体じゃないのなんで私は白い肌じゃないのなんで私の髪の毛は <laughs> あのなんかまっすぐじゃないのみたいな。 で本当にも自分のことがすごい体が嫌いで見た目も嫌いでもう嫌いすぎてもう,もうやっぱ自分のこと嫌いになるとさ周りにもちょっとさなんか超最悪なこと言っていくじゃんもうママにもひどいこと言っていたよね昔ママにももうこんなアグリーな何鎖骨と肩あるのは「It's your fucking fault」みたいな。 あのあのママのせいだみたいな。で、ママは窓覚えてる今も思ったらもう最悪だよね。ママは本当に、I still、remember. もうリビングルームの片隅のところにいてもうごめんなさいごめんなさい I'm so sorry みたいなこんな思いをさせてごめんねみたいな感じでママはリニに謝ってくれたの。<laughs> oh my god it's gonna make me cry.Yeah. <laughs> なんか本当になんか自分の体を愛せないとさ周りをすごい傷つけること言うよねこれ共感できる人いるでまあ自分の体も愛せないし自分の体も愛すことができないからモヤモヤとかは全部もう周りにバーって爆発していた頃があったの私 で、ああ。<laughs> まあでもそれはね、10年前だけれど。で、そこでね、感じてもらいたいの。共感します。o、oh, thank you. で、そこでお伝えしたいのが、みんなもね、そういう方がいたら、例えばなんでって自分の体を見て、自分の体のダメなところとかね、フォーカスしてしまう方がいるなら This is for you。じゃ自分の体がダメと思ったことを、 じゃ例えばで、自分が痩せていたら何が得られると思うの <laughs> 例えば自分の私の髪の毛がまっすぐであれば何を得られてると思うのとか、自分がもし美しかったら、自分がもし可愛かったら、or whatever it is, 何でもあって、それがあったら何が得られると思うので、きっとその答えはみんな愛情をもっと得られると思うだと思うのね。もっとみんなから認められる。 もっと可愛いって言ってもらえる。好きな人ができるとかね。で、お伝えしたいのがね、そういう条件付きなんか <laughs>、もしあなたが痩せていても、可愛くなっても、そういうものは手に入れないの。もし今それを感じていないと。今自分が私は、 愛される人間だって今感じてないとあなたが痩せていてもあなたの髪の毛がまっすぐになってもあなたが痩せなんか綺麗になってもあの愛されないのだって自分がどんだけ痩せてもあ自分はまだ,だまだ足りないまだ足りないまだ足りないと思っちゃうからだからこそねもし自分の体を愛したいっていうのであればじゃあ自分の体があの 愛せるようになったらとか自分の体がパーフェクトになったら何が得られると思うので、それを得られるものを今感じていこうっていうことがわら、あお伝えしたい。で、その感じ方、結局はこの愛情だと思うのね。愛情を感じたい。今の自分を満たしたい。で、この満たす方法、ツールっていうのを、このガーディスの生き方の講座でお伝えしてます。だから、 もうこのガーディスの生き方の講座私の中でねこれを受けることによって自分の今でも大丈夫なんだと思ってもらいたいので今の私でも美しいんだと思えることによって何が起きるかっていうとそしたらね本当にしたいことにあのフォーカスすることができるのある本当に昔は 自分もっと可愛くならなきゃいけないとか思ってて、自分がしたいことを考える余裕がなかったの、私。これ、わかる人。自分の体愛してないからこそ、自分の体について常に感じていて、自分なんでこんな感じと思っているからこそ、余裕、頭のフォーカスがそっちで、自分の夢に感じ、自分の夢に向かうことができないの。 Your mental f フォー s ス s 自分の体にいってるから、yeah? だからこそね私はもったいないと思うの特にさ今ねこうやっておばあちゃん死ん,で、まあ、死んじゃう、ねまあ、みんな死むけどみんな私たち死んでるのにこんななんかさ <laughs> I'm not pretty <laughs> みたいなもうもったいない人生もったいないそんなこと悩んでるのはでもっとみんなにね自分の好きなワクワクのことを生きてもらいたいの なぜかっていうとそのワクワクの生き,生きるワクワク自分のプレジャーは大切にしていくことによって世界平和が絶対生まれるっていうのを私は信じているから自分の喜びを追求することはすごいパワフルなことうんでそういう人を作りたいそういう文化を作りたいからこそこのガーレスの生き方の講座をしているのねイエーイ でそういうね文化を作りたいっていう方はぜひ来てもらいたいあ待ってあのコメントもねお母さん優しいだからお母さんに反抗してやったら分かります私も色黒でテンパ全部嫌いでしたああ n k you しかもさすごい辛いよねまだ覚えてるのがもう本当に自分の頃当時すごい嫌いだったからもう全部もうイラ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 マックス <laughs> もう、I had a mental breakdown. もうね、mental breakdown があって、パパが、なんか、Lady Gaga ーーをバカにしたのね。Lady Gaga ーー変なのみたいな。たったその意見だけで、I went fucking crazy. パパなんで死ねなんか、死ね死ね,死ねって言わなかったかもしれないけど、もう最悪な人,人間だみたいな感じで、も I started crying, yelling. で、まだ覚えてんのか、もうなんか、 <laughs> なんかもう本当に怒りまくって泣きながらいき怒りまくってあの怒りまくったの覚えてるんだけどパパにとっては「What just happened? 何が起きたの?」みたいなで本当に自分のこと嫌いだと思う本当に「You are taking clock <laughs>」いつ爆発するかわからない人でした昔「Thank you for sending me love」 毎日イライラマックスわかる。すごい共感する。そうだった。あ共感してくれてありがとう。Thank you. で、そうそう。で、これはね、このライブをしてる時に気づいたの。このじゃ体を愛していくフェーズっていうの。3つあるなって感じたのね。で、この最初のフェーズっていうのは、I am fucking ugly.I <laughs> am ugly.I'm not beautiful.I'm not sexy.Why?Why Why me? なんで私はこんな体なのなんで私はこの顔なの ?I'm not beautiful.why? 共感できる人。<laughs> で、このフェーズにいる方がいるのであれば perfect! 絶対ね、このフェーズにいるとしたら、絶対あなたはセルフラブジャーニーに入っていくから。もう、このビデオを聞いてる時点で、セルフラブジャーニーに入っているの。 でセルフラブジャーニー入るっていうことはねあなたは You're a healer ヒ heal ー、er、ラーなのあなたは絶対ヒーラーとかコーチとかガイドしていく側になっていくのだってあなたには辛さがわかるから Yeah, You are gonna be a powerful healer You are already a powerful healer Powerful healer として生まれてきたの だからこそ、I'm so fucking ugly, why me? っていう感情を感じるために生まれてきたの。So, you can be a powerful healer. だからね、もし今これ聞いてる方で、またリプレイ、ね、リプレイ聞いてる方で、あ、今そのステージだなって思ったら、安心して。いや、安心して。もうあなたはね、パワフルヒーラーとして生まれるために生まれてきたから、 もうこれはもう当たり前のこと。これはいけ,いけなきゃいけなかったこと。やイエーイそれはわかる人。今、今、フェース1にいる人。または、あ、いたなっている人。で、フェース2っていうのは、きっとマインドセット系で I am beautiful! とか、I am sexy!I am powerful! とかね。このアファメーションを使って自分を 自分のまあ潜在意識を変えていこうっていうステージ私も最初自分のこと愛せなかった時はもう鏡も見れなかったから鏡を見るのも本当に泣くしかできなかったの昔はだって鏡見て絶対これ共感する人いると思うんだけど鏡見て自分の理想の自分と違う自分で もう理想の自分と違うからこそもう泣くしかないみたいなもう Fuck this みたいなでも私の場合は理想の自分と自分との差が激しすぎて鏡を見ても誰かわからなかったのだから鏡を見るのがある意味怖かった怖いっていうか Who is this person みたいななんかそれぐらい私病んでたんだよ鏡を見ても誰かわからない 怖くないはあ、そんな時もあったね <laughs>、うん。で、本当にその時始めてったのは、You are beautiful, I am beautiful.It's <laughs> okay to see myself in the mirror. 鏡見ても大丈夫だよ。鏡見るところはじから始まったの。で、それがフェーズ2ね。I am beautiful って。でもやっぱり、それをやって、ちょっとは気が楽になると思うの。 ちょっと変わっていくと思うの。でも何か腑に落ちない。三点ちょっとなんか足りない。やっぱ、第、あの、ステージ1よりは I feel better. でも、やっぱ腑に落ちない。で、フェーズ3っていうのが I feel beautiful.Therefore I am beautiful.I feel sexy.Therefore I am sexy. 私は、 美しいって感じる。だからこそ私は美しいんだ。私はセクシーと感じる。だから私はセクシーだ。っていうフェーズ3があるの。で、このフェーズ3っていうのが女性性開花し始めたけ結果、また女性性開花、まあ、そうだね、女性性開花する過程の段階がこのフェーズ3。ちなみに女性性開花した結果、 っていうね、フレーズは合ってないと思う。because, 女性性開花は終わらないもの。私もこうやって女性性開花について教えてるけれども、いや、もしかするとある人よりは女性性開花できてるから、私はこうお伝えすることができる。でも私もまだ女性性開花は終わってない。because 女性性開花って i t s a mystery, because it's 女性性。 女性生でも、ミス s t e r つって、unknown, 道道道の世界じゃん。またちょっと余談で違う話になってきちゃった。<laughs> まあ、まあ、ま、まあね、戻ると女性生会館終わらないこと、で、女性生会館し始めるとね、本当にこれが感じていくの。で、このガーデスの生き方の講座では、それがどんどん分かっていく感じ。 私はこんなに美しいと感じるから、I am beautiful じゃんって。きっとここにね、いる子たちも、それ分かる人たちいると思う。私の場に波動に入ってくれた人いるかな。もしね、よかったらコメントして。で、そうなっていくこそうなっていくと、この女性性開花のフェーズに入っていくと、 I feel beautiful, therefore I am beautiful にフェーズに入っていくと、もう、あ、私見にくい、私、私いけてないっていうなんかね、次元にもいないの。そういう、そういう思考がないの。なんか本当に違う世界に入った感じ。because you are. 違うスピリチュアル語で言うと、もう違うタイムラインにいるからこそ、そういうことを考えないの。 Wow じゃないで、そこまで私は I want you to be here. このフェーズさんにみんなにね、行ってってもらいたいの。Why? 行きやすいから。しかもこのフェーズさんに入ると、本当に自分の life mission。自分の喜びを追求する人生を生きれるようになっていけるから。そうしていくと、世界に平和を作り、作っていけるから。そうしていくと、more people can be happy.more people can feel more abundance. そうしていくと、 私は起業家が起きると思うのセルフラブジャーニーしていくとやっぱりね会社員として勤められなくなっていくのいかつ好きなこと自分で作り上げていきたい自分の幸せを自分で作り上げていきたいと思っていくはずだからそうなったらもう世界平和だよね で、その段階に導いて、もうみんな、I wanna guide you there because it's possible. で、で、生徒さんに行くともうすごい行きやすいの。もうね、めんどくさいことで考えてないの。<laughs> because you're so busy.being in your pleasure. 自分の喜びにしか意識向いてないから気が楽。重いものがない。で、それは it's possible.because it was possible for me. ね私のさ昔の話聞くともう超下げぽよじゃんしかも超なんかえ精神的に大丈夫って結構嫌んでたと思うのね精,あの精神科病院に行かなかったけれどもでも絶対行っててもおかしくない人だったでもそれがもう普通すぎて行くっていう発想がなかった「Because that was normal for me」いや でもそんな私がそんなに本当に毎日朝起きるのもつらい鏡も見るのもつらいもうそんなつらいつらいだからこそもう恋愛もなんかあみんなに愛されたいだからこそ傷つくような人とつき合うみたいな自分 <laughs> うん <laughs> なんだっけなんそんな自分がね、こんなもう気が楽で、ハッピーで、開放的で、自由で、しかも今はもうお金持ち、お金持ちって、まあ、やあ、I am お金持ち、I am お金持ち、y e あ I am お金持ち、w、wow! o 昔はこれぐらい稼ぎたいと思ってた価格も一人でだよあ、まあ一人でって言ってもね、みんなのおかげだけれども、ある意味私の生命力、 で、作り上げていってるし、it's all possible for you. で、私がここまで行けたジャーニーは、基盤として行けたのが、このガーディスの生き方講座で学べること。あのガーディスの基盤、ガーディスの生き方の講座で伝えてることがあ、があるからこそが、もうもし私知っていて、それを私が実践していたら、もっと、 いもっと早く行きやすかったなってすごいわもう。<laughs> あ、読む。二つのアファメーションに違和感を感じたところにりんちゃんに会えたの。そこから本当に心から動けるように変化してきた。イェーイイェーイそうで、かなこちゃん私の Goddess Rising Retreats にも参加してくれて、で、今は自分らしく楽しくする企業講座にも入ってのリベ b ーター素晴らしいよね。で、しかもね、もう、 もう、かなこちゃんってもうすごいもう素晴らしく、もう、もう自分と向き合う。向き合うヘッピーシャーマン。<laughs> いやー向き合うヒッパヒッピーシャーマンだからこそ、もう、もう1ヶ月以内でも決断できて、今今は本当に最初のインスタライブだ,だよ。最初のインスタライブで、カードリーで彼女をしているので、しかも、すごい、 なんか、う、なんか、ぐさ、ぐさっていうか、すごい、しっくりくる、腑に落ちるカードリーディングは、人のためになる、人生が変わる、カードリーディングがかなこさんしているんだけれども、今までは、あの、なんかホ、ホビー的にね、趣味的にしていたのに、あの、本当にこのね、1ヶ月以内で、このガ、ガラスマイジングして、あの、私のリベレイル受けて、で、初のインスタライブで、4月、ライブ、 何枠かもう埋まったの素晴らしいよね。そう。で、私がもう一つ伝えたいのが、このガールズの生き方講座っていうのは、ある意味、カラコちゃんみたいな人が来てもらいたい。もう、真面目ちゃんで、自分と向き合いたい人で、行動力したい、行動力作っていきたい、できる、自分のワクワクも追求できる人。 そういう人に来てもらいたい。なぜかって言うと、そういう人が絶対か、華やからか、買われるから。来てもらいたくない人、または絶対向いてない人は、消極的。ふーんって言って、何も行動してないのに、あ、これは絶対うまくいかないって言う人は絶対向いてない。リカそんな人来てもね、あなたにとっても楽しくないし、私にとっても楽しくないし。<laughs> だから、そうはい、リンさんのかげで自分であるのが楽しい、女性性開花最高、私最高、イエー嬉しい、嬉しい、あ女性性開花チャレンジ以来、自分にも他人にも、なんだっけ、これフィギュアだよね、フィギュアがジャッジする癖がなくなった、ーーその代わー情に エネルギーが溢れている人が輝いて見えるようになった。わ、wow! ーで、そうなっていくと本当に生きやすくなっていくの。and it's all possible for you! 自分が Yes って言えたら it's all possible. い、yeah. やで、このガーデ d e s の生き方講座っていうのは、このコース1っていうのに、この女性性開花チャレンジが入ってます。 で、コースにっていうのは、ブラストガーデスイエーで、この胸と繋がることによって、自分の感情との向き合い方も学べるし、なぜこのブレスと引き寄せが繋がるかっていうのを学べるし、また、いろんなブレストマッサージを学んでいける。で、これっていうのは、録画で Facebook がある限りは、ずっとずっと永遠に見れるもの。 毎日私はこれをもう共鳴するときに、または下げぽよのときに見てもらいたいの。見てもらって自分に帰ってもらいたい。ある意味、あの、じガールズの生き方講座が自分の軸に帰れるお家と思ってもらいたいの。ホームって思ってもらいたいの。で、そのホームに帰ることによって、下げぽよだったのが、うーんなったときが、OK、イエスそうだった、そうだった、前に進む。 そんな場をは私はこのガーデスの生き方講座にしたい。いや、おうち、そうやっぱりね、自分の中で下げぽよとか自分 fuck, I, I look fucking ugly と思う時って孤独だよね。孤独。だからこそもう私はもう私の波動でみんなをハグしてるよっていうのがこのガーデスの生き方講座。 で、もしね、このガールズの生き方講座はずっとこれからも永遠にあるもの。で、もし今回参加してくれた方が参加してくれるのであれば、申し込みしてく,るくれるのであれば、あの、ライブがあって、それをチャレンジした方、で、また、またプレジャープレイがあるから、そのプレジャープレイ、宿題を毎日してくれた方には、みんながまた集まれる機会を作ります。で、そこでガールズセレモニーもするの。わー なので、もうその私の波動大好き。もう私は自分のこと嫌いになる。気が重くなるのはもう嫌だ。新たな生き方を知りたい。うん。なんかそれにもう準備できてますっていう人は来てもらいたい。来て、来てください。You are ready.Yeah.And DM me.DM に me 送ってください。一応、プロフィールのリンクにこの申し込み方法っていうのは書いてあるので、comment join. 最初の Facebook ライブが4月8日、今週の金曜日から始まります。イエーイ。で、申し込んでお支払い確認後は、この Facebook グループアクセスと、あとね、地合では月1で地合の波動に入ってくれた人が入れる、ズームコールがあるの。Community Love Call。 やっぱり私がどうやって変われたかっていうと、コミュニティがあったからこそだし変われたの。昔は一人狼で、一人でやっていくみたいな、そんな人にオープンする、人に自分を見せるっていうのは怖かったの。怖い理由っていうのが、まあ、当時は怖いっていう理由じゃなくて、見せてもなんか本当に昔すごいね、自己構成感低かったから、見せて、 何のためになるんだろうと思ってたの。すごくないそんな考え方だったね、私。本当の自分の意見、なんか本当に私、昔の自分って、ちょっと余談なんだけれども、昔の自分って、私のストーリー、伝えることは、申し訳ないと思ってたの。だから私の口癖って、あ、ごめん、私のこと話しちゃった。話して。 っていうのが私の口癖だったの、友達と話すときに。あ、ごめんごめんごめん。私、自分のこと話しちゃった。あの、結構話しちゃった。あ、you can talk now.That was my self-talk. 申し訳ないっていうこと、感じることが私だったんだよ。そんな私でも変われた。っていうことは、you can change too. で、この、あ、私もそれ口癖だ。あ、嬉しい。お空じゃん <laughs> しかもね、葵ちゃんも、このガーレス講座ね、来てくれるよね、嬉しい。で、葵ちゃんも私のガーレスライズングにも参加してくれたの、嬉しい。つまりに、ガーレスライズングのリトリートは今月だってもう満席です。で、ガーレスライズング、もう女性性開花のオフ会なんだけれども、5月はない、きっと6月からまたやり始めます。あ、私もそうですあんまいか、恐るじゃんイェーイでね、 もう、私もそうですって言う人たちにお伝えしたいのは絶対、この二人だけじゃないから、絶対これ聞いてる、ここにいる人も、I see you, I see you. あと、リープレイ聞いてる人も絶対いると思うの。もうね、伝えたいのが、それ思うのもうめんどくさいよね。めんどくさい、もう気が重いなら、Let's fucking change. そのメンタルブロック一人で解決しようと思うのはもうやめよう。てか、自分で一人でやろうと思うと遅いから。 自己。もう、あ私もいろいろ本当にもう10年間,10年間かけていろいろ学んでった。NLP っていう,もうライフコーチの資格も取ったり、ライフラインで自殺予防コールセンターでもボランティアで、 ボランティアできるためにトレーニングを受けたり、もう、リト、まあ海外に行っていろんなトレーニング受けたり、あ、弱スカとかもしたり、もう、いろんなこともせ、で、いろんなことしてたけれど、やっぱりね、あの、グループコーチングとか、一対一のサポートはすごい変わる、変わるの早いよね。また余談でした。<laughs> で、今、一対一のコーチングも、 あ、今日、今日か昨日にね、Yes! って言ってくれた人がいて、イエーイで、あと1枠、一枠か、あと2枠あるから、1、2枠あるから、興味がある人は D&Me。あ、興味があるっていうか、私が変わるっていうことを決断した人興味がある。なんとなく変わりたいっていうね、エネルギーだと変わらないの。変わりたーい !Keep on dreaming!Keep on 妄想してて妄想してても変わらないんだよ。 <laughs> それわかるでしょいや。あ、あかねちゃん。コミュニティのありがたみひ、ひしひしと感じてます。安心して話せる。嬉しいさ。あかねちゃん。私の自分らしく楽しく起業する講座に入ってくれてるの。ハッピーサポーター。<laughs> はあ、なので、まとめると、このじゃ自分の体の愛し方で、まあ、最後に伝えたいことは、 いろいろ話したけれども、私たちはみんなもうね、死に近づいてるの。死に近づいていて、最後は絶対自分の体をきっとね、嫌いに思うか、違和感を感じることは絶対あると思うのね。じゃあもうそれがあるとするなら、今もしセルフラブしてなかったらさ、死ぬ時もっと辛いじゃん。今自分の頃の体を愛してなくて、 自分がおばあちゃんになって体が使えなくなってったらもっとさらに辛く思,い思うよねだからこそもう今から自分の体を愛していこう愛していこうよ今日も私ねサウナに入って温泉にも入ったので温泉に入ってまあ自分の体が使えなくなったら怖いなっていうのを感じてたんだけど もうそれより今自分の体素晴らしいじゃんっていうこと愛していったの。Oh. で自分がこの,このガーデスの生き方講座でお伝えするこの,あの胸のツールとかそういうこともやって、I just felt like wow, I love my body <laughs>。で、もうなんか自分の軸に帰れた。で自分に軸に帰れるとパワフルで自分の軸に帰れたからこそ I'm h e r e i n s タライ i e to you. で、自分の軸に帰れたからこそ、こうしてインスタライブでできて、発信できて、インパクト。インパクトできる人間になってる。なので、この、自分の軸に帰りたい方自分の軸に帰ってきて、more pleasure! 私さ、これ、もう今日、朝、わ、wow! ジャーナルあの、自分らしく楽しく起業する講座でもお伝えしたジャーナル、私もしてたのね。 で、出てきたの私のコーチングの名前を、more pleasure, more, 何て言 i f a more impact. 自分のプレジャーやったら絶対インパクトなるじゃん。インパクトを与える人間になる。free, fifa. そしたらもっと自由を感じれる。pleasure impacts freedom. で、それを重ねてできたら more abundance. これは、 金銭的な豊かさもあるし、もう心の豊かさその基盤となるのが、このガーレスの生き方講座。プラス、もっと1対1のカスタマイズ化されたサポートが欲しい方は、その、FIFA コーチングをしているので、私は変わる決意できましたっていう方は、かん、DM、me. DM でまず話そう。 一人で悩むよりは、あの、まずは、ね、相談した方が絶対早いから。<laughs> ああ、イェイ未来の自分も愛せるように、8日間から楽し、8日から楽しみます。いやーす、いやそう楽しみだよ。そう、で、それでね、最後に、じゃあこのガーデスの生き方講座もう一つね、本当に私は、これは、なんだろう、あ,ある意味、 こう売りたいからこれを売ってるんじゃないの。私はこの、これをみんなに実践してもらって、私は世界編を作り上げたいからこそ、みんなにもっとこれを、なんかしてもらいたい。I want you to be happy, because it's possible. で、それをもっと実現するために、もっとみんなにモチベーションああた、あげるために、このコース1、コース2があって、コース1をしてくれた方、 この女性性開花チャレンジをしてくれた方には、国内に住んでる方は、私はプレゼントを送ります。いや、あの、毎,毎日、あれは、7日間あるんだけれども、違う、6日間あるんだけれども、6日間、プレジャープレイをちゃんとしてくれた、ちゃんとっていう言葉好きじゃない。プレジャープレイを楽しくワクワクしてくれた子、 2は国内の方には私プレゼントを送るからそれもねもうモチベーションと思ってやってくれると嬉しいですちなみに5月までにし5月末までにしてくれた方にはこの国内の方にはプレゼントを送りますイェーイでコース2のこの胸の方のやつはあのそれをしてくれた方にはみんなで会うズームパーティーをするから楽しみにしててね そう、なんかそういうモチベーションをしたらみんなも、本当になんか情報だけで終わりじゃなくて、自分の人生に取り入れて、これが自分の人生に取り入れて、それが自分の波動になって、もっと幸せちゃんになってくれるかなと思って、私に、私のできる限りのこと、これかなと思って、そういう、ラブをつけてます。 ああ、嬉しい。大学を卒業してお金に余裕ができたら絶対参加したいです。イエーイ。そう。じゃ絶対ね、このガールズの生き方講座でお伝えすることは、もし自分が今度こう導く人になってくる側になってきたときに、絶対使えるツールだから。 いや、で、使っていいからね。<laughs> なので、例えば今後、セルフラブコーチになりたい人とか、そういう系にも興味あるなと思う方、またはもうセルフラブコーチしている方、This is also for you too。絶対自分のクライアントさんにも使えることも学んでいけます。<sighs> Yeah.So,、okay. we're gonna be wrapping up. えっと、申し込みできるので、プロフィールリンクまたは DM で来てください。また自信だね。Oh my god. 大丈夫みんな。Anyhow, I love you, I love you, I love you so, so much.Taking a deep breath into, I feel so beautiful. ね、結構自信だよね。自信ですね。自信、自信。<laughs> そう、自信だ。I love you! じゃあねあちゃあんだ、ヤッホーバーイあ、ちなみに、この今日のライブで好きだったコンセプトがあったら、シェアしてくれると嬉しいです。もうこの波動をみんなに送りまくりましょう、I、!Love you! じゃあねバイ